今日は車でちょっと遠出してます。今ステラの友達たちとロコロトンドに来てます。多分車で 3,40 分ぐらい走りましたかね。チェリアからすごい景色がいいところです。なんかロコロがラウンド、こうなんか多分丸い建物に丸い敷地内囲まれている街っていう意味らしいです。ロコロトンド、ここも同じようにシティセンターとか真ん中の方ではで店があって、なんかイルミネーションみたいなのがされてます。ちょっと景色を見せようかな。綺麗ですね。丘の上にある街です。ここは今からアルベルベッロっていうトゥルーリっていうね、伝統的な家がいっぱいある地域に来ます。綺麗な街ですね。なんで私たちがここに立ち寄ったかはちょっとわからないんですが、とりあえず多分通り道なので立ち寄ってるかと思われます。かわいい。今日は本当はなんか嵐っぽかったんですよね。天気すごいいいですよ。暑いし長ズボン入ってきちゃった。ここはオールドシティが残ってますね。すいません、iPhone で撮ってるんで、これがひどくて気持ち悪くなるかも。ごめんなさい。ベッロ、めっちゃ綺麗。このプーリアの中には白い建物にして古い、多分白い建物にしてやっていうルールがあるんやと思います。トスカーナはね、茶色とかオレンジとか黄色とかね、そういう建物しか作られへんっていう法律があるって、あの建築家の友達が言ってました。すごいルールが細かくあって、古い街並みを残すために、景観を残すためにすごいルールがあるから、あんまり新しいことができなくて面白くないと建築家の友達は言ってました。去年ね、私はイタリアに来た時にもう教会行きまくったせいで、教会はあまり好きじゃないんですけど、外は綺麗ですね。やっぱりこの三角の屋根、これがこのスタイルがティピカル、ここの伝統的な建物らしいです。今から行くアルベルベッロ、アルベルベッロマチェリアのトゥルーリっていう丸いね、とんがり帽子みたいな建物はまたこことは違うデザインです。カフェですね。ここカフェなんですけど、水着売ってます。水着がクソみたいにカフェに売ってます。どないかな。そういう感じでアーケードがありますね。Thank you for watching my video. If you like it, please subscribe and thumbs up. ビデオを見てくれてありがとうございます。もし、気に入ってもらえたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではチャオ、またねー。